はい、皆さんこんにちは、ピカです。三国志中原の覇者やっていくよ。はい、それではやっていきましょう。前回ね、甲冑取ったね、嬉しいね、マジ嬉しい。中世ちょっと見てみようぜ。まあ悪いやろな、義援そのままか、甲冑もな。ここはまた攻められたらちょっとやばいから、またね、ちょっとね、ちょっと時間もらう。年数ちょっと過ぎるかもしれん、立つかもしれない。ちょっとね、武将中正度上げるね、ごめんね。まあ要するに使う武将だけ中正度上げればいいんだよね。義援も甲冑もちょっと使うんだよね。まあそうね、これね、まあ確かに4とか1で金1で4とか上がって、まあ99でね、まあ8とかそんな感じだったら、まあ99の方いいんだけど、あの41の方いいんだけど、まあ土地の価値とかダーッと上げて99でダーンと上げた方が、もしかしたら、まあ、ストレスもなく効率もいいかもしんないけど、まあでも確実にかかる費用は違うよね。おっと、劉将そうそう攻めてる。まあ俺も攻めるか。まあ年変わったから、まあダメ元でまだ情報集めしていきましょう。関羽ね。さあどうでしょう、頼む。よし、誰、海越、おお、なかなかやん。あんたそんな方に出る、あ、そっか、海越って劉表のあれだったね。そう、オッケー、これは嬉しい。よし、頼む。よし、自ら、うわ自ら出向いちゃってる嘘。おお、ダメ。ああ、うんこの霊をちゃんとせなあかん。3個の霊を。あかん。あかんぞ。あかんう。文兵。よし。よし、利言、オッケー、パワー出てきたぜ、利言、ああ、バカモン。そうね、まあ土地の価値とかそういうの上げてった方が早いかもしんねえな。99そして上げていくね。
国づくりはここ誰もいねえのかな。もう関羽行ってっからな。うん、なるほど。諸葛亮来てくれればな。孫権、よし。まあ、国づくり、海越の能力ちょっと見とこう。あ、74か。あ、美軸62しかないの。超運にやらせた方がいいな。わかったよ。美軸80ぐらいあるのだと思っていたが。なるほど。産業ね。長所、知略97。顔料文集が攻めてるか。まあ、ちなみにですね、おいおいおい、アホかー。ちなみにですね、三国志14で袁紹で一応天下統一はしてますね。で、義援、甲冑とかね、こう端っこに置いときましょう。義援も悪いんだったな。やべ、間違ってる、これ間違ってる。取られしもぞ。あー、間違ってるの。偵察しろ。いや、あっち同じ水軍か。何収束狙ってきてんのか。助皇だと。くわ、やばいな今回。待て、データデータ、これにしとけ。まあ計略でボロボロなっかもしんねえけど、まあどの道逃げれねえよ。そうね、これはちょっと前進しとかんといかん。相手もね、水軍だからね、水に入ってきたらもう負けちゃうから。いやー、待て、これは待て、もうしゃあない。あ、相手三軍か。三軍だったな。ならボコれる。やれい。
ジョーコ来い。コヌか。どっちだ。来いよ。コヌか。くそ。本当に来ぬか。おい、来るのか来ねえのか。よし、28ヒットぞ。待て。うん、まずまずの形じゃ。あいつもう30だからね、もう前進してってもいいんじゃねえかな。まああとは運任せじゃ。まあ30だったらね、ちょっとね難しいかもしんない。待て。お前なんで歩兵そっち行くん。終わった、ごめん、終わった。歩兵上行かねえもん。クソや、クソすぎる。分かった、クソや。よし、クソです。分かりました、クソです。クソすぎる。クソだ、めっちゃクソ。鼻クソもいいとこ。いやー、クソや。あー、渡れねえんだ。まあ、しゃあねえな、動けんわ。なら計略じゃ。ほんとその動き、え、ちょっと待て、城、おい、飛んだと。あっちも水軍やからね。
きついな。交代。これでいいなと。おい、そこじゃないだろ、牙だろ。やほやの。まあ。敵にもそういうアホなとこ見せてるんだろうけど。大気。牙は交代でいい。お前も交代でいい。待て。全身の歩兵交代しろ。なんしてんのあいつ。あの牙なんしてんの。攻撃チャンスやろが。アホじゃねえの。お前もさ、あの牙攻撃できるやんか。4回でもうそこまで頭悪いな。待機でいい。全身だな。減らせ。もうカコートン殺してもいい。やれ。弓だけはいい。交代しとけ。もうどっちみち狙っても話になんねえから。おい、いけないか。行ったろ。よし。で、捕虜じゃねえ。偵察。総将か。偵察花公園あたりかな。そしたら巨長やから、義援じゃ無理やな。計略無理やろ。
ちょ、様子見るときどうすんの。違うっつーの。データか。あ、知略61か。じゃあこっちは、まあ甲冑いいんだけど、甲冑、まあ義援もあれ忠誠ないんだけどね。これ狼烙かけられたら終わりっぽいけど、まあ狼烙持ってる武将運よく、ち、偵察じゃねえや。あ、見るの忘れた。まあ20いくつでしょう。あ、40か。まあならばここで60いるから、計略ここ引か。妖撃か。総将もそんな頭いいくないと思うけどね。まあ運いかったら計略かかってくれると思うが、よし。かけ続けるよ。耐えて。了解。あ、総将も水軍か。これはちょっと計略で減らしときたい。いいか。あー、ちょっと待って、そしたらここは水じゃないんだ。攻撃かけた方がいいな。相手水だから水には入れるな、なるべく。あ、入ってくるよな。迎え撃つしかねえか。計略した方がいいかったかな。うまいこと減らして交代してくれんかな。おい、アホやー。止まってくれんもん。あー、血昇る。止まってくれねえんだよ。もう敵兵脱走。よし、ぶっ殺せ。撃ち取っても構わん。やってこい。あ、邪魔なやつや。
まあいっか、殺せ。よし、討ち取ってこい。いらん。やべ、騎馬隊待機。お前ちょっと待って、まだちょっと一騎打ちね、お見せしたいけど、周宗滅びちゃったらちょっと負けちゃう可能性あるんだよね、下手すればちょっとね。まあもうちょっと一騎打ち待ってね。一騎打ち来た。やばいぞ、総称だぞ。よし、まあ一回説明するとしたら、牽制は少しのダメージだけど必ず当たる、攻撃はかわされる確率がある、でスタミナの攻撃はかわされる確率高いけど攻撃力が半端ない、当てるダメージが半端ない。うわー、負けるかも。うわ、これあかんな。相手が悪かったか。よし、ここで牽制じゃ。これなんとか待機でいけんか。ああ、弓みたいな一撃で死ぬか。交代でなんとかいけんか。攻撃すっかな。ああ、終わった。死んで。しゃあないよ。そしたらもう周宗はもう終わりやから、ほんと周宗狙いやの。これ甲冑攻撃されたら危ねえから、で周宗は退却したか。よしよし、カンはあれだね、話したらあかんね。まあもしくは甲冑の忠誠度をねしっかり上げる必要がある。あ、指輪か、分かった。いや分かったじゃないよ、ちょっと本当冗談なき抜きで、カコートン取ったんだよな。まあ甲冑諸葛亮欲しい。
もしかしたらここに出るのかもしれないけど、このターンはちょっと情報集めもう一回してみる。まあめんどくせえから部長に金、99は与えよう。カコトン12か。ああ、孔明欲しい。ああ、金脈か。金脈か。そしたら、ほんと劉璋じゃなく孫権に、あ、曹操か。まあ、とりあえず安全地帯作ろう。待て、武将、うん、1000いるな。そしたら、出陣。出陣じゃねえな。もう一端末か。4人か。お、良い部署。遺跡、オッケー。ならな、部署移動じゃ。劉邦、文平、まあ文平、そして守り用に文兵を置いていくから、文兵の兵は1000にしとこう。徴兵違う、徴兵1000。文兵、終わり。よし、これで諸葛亮、いつ今からもう出てくるのかな。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。